色紙を使ったはがきを飾る額です。お花紙2色を重ねて斜めに切ります。端っこは切りにくいので反対向きに切りましょう。1枚をくるりと回転させて色紙の上に置きます。これを水で薄めた糊で貼っていきます。少々シワになっても構いません。薄く全体につけていきます。強くこすると破れることがあるので気をつけましょう。お花紙は薄いので上から塗っていくと糊がスーッと染み込んでピタッと貼れます。塗り残しがないように全体にきれいに塗ります。塗り終わったら一晩置いて完全に乾かします。色紙が反っていますので本など重たいものを置いてまた一晩置きます。反りが治ったら糸を通すための穴を開けていきます。はがきを縦横に組み合わせたものを置いてそれを目安に鉛筆で印をつけます。印をつけたところに目打ちなどを刺して穴を開けていきます。下には段ボールなどを引いておきましょう。目打ちがないときは押しピンなどを使って穴を開けます。穴が小さめなのでぐりぐりと回して穴を広げていきます。ここに糸を通していきます。ボタン付けなど丈夫な糸を使ってください。針は毛糸用のとじ針を使っています。真ん中の穴から通していきます。表に返して裏に通したらまた真ん中で次の真ん中に行って端っこ真ん中端っこ次の真ん中へ行って端っこ真ん中端っこ これを繰り返して最後に真結びをします。緩みやすいのでセロテープなどで押さえましょう。誰かに押さえてもらってもいいです。
次は吊るすための紐を通す穴です。10センチぐらいの幅のところに印をつけて、先ほどと同じように穴を開けていきます。紐が通しやすいようにハサミの先などを使って穴を広げておきましょう。紐の長さは穴の間の2倍よりも少し長めです。紐が穴に通りにくいときには目打ちの先などを使ってください。これを真結びにします。ここにはがきを飾ります。横向きの時にはこの糸に通していきます。縦向きの時にはここに通します。こんな感じになります。こちらは無地ではなくて富士山に松竹梅の柄にしてみました。何種類か作って、はがきに合わせて飾るといいでしょう。